何？中距離恋愛してますどのぐらいの頻度で会うべきですか。え、中距離どんぐらい、まあでも中距離がどのぐらいかはさておき、どのくらいの頻度で会うべきですかについては、なるべく会う、なるべく会う、もう会えるだけ会う会えるだけ会え、もうそれしかない。もうだってなんだろう、寂しくなるとダメなんだよ、男も女も。寂しいとか相手にしてもらえないみたいな、そう思ったら終わり。したらもう来るよ横やりが、どうしたん話聞こうかっていく、もうこれが最悪よもうだから他人に寂しいとか、なんか最近恋人が相手してくれないのって相談する LINE までは言っちゃいけないわけ。もうこれを誰かに相談した瞬間もうどうしたん話聞こうか人間が出てくるから、ここは超えちゃいけない。だからそこまで人に相談しようって思うまで、なんだろうな、孤独感を味わわせちゃいけないわけ。ここなんだよ。どうしたん？いやマジ、ケピがそうだったから、ケピがそうだったから言うんだ。ケピなんか静岡県内の恋愛だった。うん。高校生の時ね。同じ県内だけど静岡って広いんですよ。もうこれまた結構遠い、静岡県内でも遠い場所でっていう風に高校時代なっちゃった。離れ離れに。で、私は結構電話とかしてたつもりだし、ビデオで時々話してみたりな、してるつもりだった、LINE とか。やっぱね、わかるんですよ。わかる。なんかこいつ浮気してそうだなってなんとなくわかるんだよね。いやー、なんか会わなくなって、半年ぐらい経ってから、なんとなく挙動というか、LINE の既読が遅くなったり、なんかそっけない気がするみたいな、キーウかなとか思ってたけど、やっぱ大体女の勘って当たって、それで意を消してね、インスタグラムのアカウントを鍵アカっていうか捨てアカっていうか鑑賞用アカウント作ってさ、彼氏の鍵アカ見に行ったの。鍵ついてる時点で終わりだよね今思えば私でも SNS に疎くて、高校時代見たらもう確信犯よ、もうおお、なんか誰この女みたいな、誰この女って、極めつけは泣くなってな、なんでお前らが泣くんだよ、ねえ、ケンピだよ、ケンピだけ泣いていいさ権利があるのは、ちょっと待って泣いていい権利があるの、お前らじゃない、ケンピだけだよ、泣くなよで、まあ、とにかくね、その浮気が確定したのは安倍川花火大会。安倍、泣くなよ、ねえ、死ぬね、花火大会。花火大会なんだ、もう。高校3年生で、ま、結構会えなかったけど、まだま、受験のせい。受験で忙しいって言われてたから、勉強でね。あ、きっと受験のせいだ、と思って、なんか疎遠だし、連絡が来ないっていうのに、疑ってる自分の心を、騙し続けてたけど、まあせっかくのね、静岡県内最も、まあ派手な花火大会、安倍川花火大会、うん、あ、行こうよ、高一高二は行ったから、こっち高三も行きたいなと思って誘ったろ、ごめん僕医学部の勉強があるから行けないんだって言われて、医学部の、あいつ医学部を目指してた、うわー、これだから医学、もう医療従事者はね、好きになれない。あ、でも医学部を目指した。あ、医学部って大変かもしれないと思って、そうか、と思う。でも、ケンピは、なんか自分の頭のどこかにある、こう、なんかわだかまりみたいな。それが抜け出さなくて、鍵垢を見ちゃったの。たら、女物の草履と、彼氏の靴がこう、一緒にこう並んで、床を写真撮って。安倍花なうって書いてあって、おい、誰だよ、そんなってなって、スクショして、どういうことって。地獄の安倍川花火大会。はぁ、今でも思い出す。気をつけてね。安倍川花火大会、もう、忘れられないもんね。衝撃。あんなことある。終わった終わった。そう。花火のように崩れ去った、ケンピの恋愛。
飛び散った。はい、まあ、それがまあ例、まあ、確定になって、なんで嘘ついていくんですかみたいな。もうここでも 100% 決まったよね、わけね。でちなみにもう一個余談で言うと、この話恒例でもするよ、何度でも何度でも擦ってやる、このこの恨みつらみ何度でもネタにしないと私は晴らされない。もうそう、だから浮気の 120% 決まったのは受験の話になって、受験終わった後に俺は医学部落ちたんだみたいな、わざわざ報告しに来やがってよ、クソだって。だけど俺お前とやり直したいと思ってるんだって言いに来て、どの口が言ってるんですか、私は早稲田大学受かりましたよ。いや違うんだ、あの時は俺も勉強で忙しくて、なんか近くにいる人に支えてほしくてあんなことになっちゃったけど、でも俺はお前のことが好きなんだ香り。待って、香りって誰え、か香り、夏希、待って香りって誰ってなって終わった。完全に終わり、 120% の終わりね。あの抱きつきながら違う女の名前を言う、もう終わり、もう 120% の終わり、修復不可能、終わった。はい、ということで私の過去の話をしましたけれど、まあ、クソみたいな、なんでこんな話したんだ、ごめん、話したくなって話したけど、とにかく中距離恋愛は危ない危ない、少しでも隙を見せると香りみたいな女がつけ込んで終わるから気をつけて、マジ、ほんと、もうつけ入る隙を与えてはいけん、もうその子と仲良くね長く付き合いたいなら、もうほんと、私がこんだけ言うんだから私名前間違える、マジやばいよね、お前らも気をつけろよ、元カノとかさ元妻の名前で呼んでやるなよ、気をつけて本当に名前間違えるやつは医学部いけない、もうその通りで医学部落ちたんで、あ、ちなみに二浪した、二浪したまではインスタグラム監視してたごめんなさい、それ以降見てちょっと見ないようにしてた、二浪はしてたね、あれ二浪はしてましたよ、わかんない、三浪目は知らん、途中まで見てて、あのインスタグラムですっごいなんか意識高い系の、なんだろう、コーヒーとドトールみたいなドトールじゃねえけど、コーヒーショップで今日も受験勉強自分折りして頑張ろうみたいな意識高いインスタ投稿してたの2年ぐらい、ああお前今年もやってんなみたいな、静岡の喫茶店やん、あ、まあ、静岡から出てない意識高い感じでやってた、何やあいつ、ハッシュタグ勉強みたいな、ハッシュタグ受験学科みたいな気持ち悪い本当に真面目だったらインスタやんないよね、わかる、余裕やなと思って、まあ確かに医大はむずいけど、まあでもまあ2年ぐらいは浪人かなって思ってたら本当に2年浪人してた笑いが止まりませんね、すいませんこれに関しては笑わせてもらいますけど、あの笑いが止まりませんでした、ね、もう本当に私が唯一不幸になってほしい人間、ありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。